皆さんこんにちは、こんばんは、猪熊のおっちゃんです。このチャンネルではガイドブックでは教えてくれない沖縄の歴史や文化に関する情報を移住者である猪熊のおっちゃんの視点から紹介しています。この動画をご視聴いただき、もし面白かったとか役に立ったと思っていただけたら、高評価やチャンネル登録をお願いします。マシュー・ペリーは1853年7月8日、鎖国状態にあった日本の浦賀に入港し、翌年3月、日米和親条約を締結させたということで、歴史の教科書にも書かれている人物です。そのため、多くの日本人が彼の名前を知っているように思います。しかし、マシュー・ペリーが浦賀入港に先立ち、琉球国を訪ねていたことはあまり知られていません。当時東インド艦隊司令長官であり、ヴィルモヤ大統領より日本開国の指令を受け、日本に向かったペリーは日本上陸に先立ち、1853年5月26日に那覇港に入港し、豊富の抵抗を仕切り首里城に入城しました。それは当時アジアに進出した他の西洋諸国に遅れを取らないよう、アメリカは東アジアへの重要拠点である琉球を開国させるためでした。そして開国後、琉球に蒸気船に必要な石炭の補給基地を建設し、またアメリカ船への物資の補給を行えるようにする思惑がありました。そのため日本と日米和親条約を締結した後、翌年那覇に再度寄港し、1854年7月11日、琉球国とも琉米修好条約を結んだのです。そんなペリー提督の上陸記念碑が那覇市泊高校前にある泊外人墓地内に設置されています。この泊外人墓地にはアメリカ人をはじめ6カ国計22名が葬られており、長い航海で病死したイギリス人水兵やペリー提督の船に同乗していた水兵なども埋葬されています。それでは外人墓地内にあるペリー提督上陸記念碑を訪ねてみましょう。Thank you.